はい、始まりました。ボイドラチャンネル。そうやな。この横行こうか、やっぱり。プロ野球。裏情報っいう。ね、これも本当にさ。まあ、タレコミ情報だとかね。裏情報。結構。けんさん、何が聞きたいですか。別に。何でもありますよ。裏情報って、何が欲しいんですか。だから、あの、次誰々が。トレードで来るとか。ああ、そういうの知っとったんあと、なんか、あの。 もう向こうは誰一番しとったんが当時予告先発じゃないじゃんだけどそういう予告先発とかああなんか知ってたりするやんあ,あれね別にね情報をもらってるとかもらえないとかじゃないんですよじゃないめっちゃ見てたんですよどこどこ実際あいつ足首悪いとか全部知っとったんあそれは動きとか ああのれでよく新人もやってましたけどあそこでアップしてなかったりそういうのほんと詳しかったよねだからさそっちの詳しさを自分の方に向けとったらもっと良かったのになそうですね自分の弱点がそれとこれとはちょっと別ですでも本当にそれだけのメモ帳っていうのありました僕もマジでほんとありましたここいつはうしてなんで自分が出た時も結構それでいろいろと役立つことが結構ありましたね まあ俺らが引退した後に誰々がここのコーチになるかもしれないとか監督になるかもとかそういうい結構知っった、ね、あそれは知っった、ね、あの僕はあの人間関係っていうか例えば全然知らん社会人とか全然知らん大学の監督からパッー入ってけどこいつ来るよみたいな感じで入ってきたらその情報になるじゃないですか。うんうん でそういう友達は多かったですね。そうなんね。友達が多いんだよね。そうですね。それは多かったですね。ね。向こうは友達と思ってないかもしれんけど、自分は友達と思ってる友達が多いってやつだな。どうなんすか？え、僕のことはいい後輩だと思ってもらってるんですか？そこ。いや、今これ初めてやけど、ようやくこの後輩と思ってますからけど、普通敬語やないやん。我々テレビ用かなんか一応ね流れてるからそうやってそうですかこれ。じゃうやんか言うと ほんまがんわとかで、言っとるよ。ね、まあ、住職さんですから、本当に、本当にありがとうございます。でも、これ見られ、あの、この番組を見られた方は、明日からいいことあると思う。絶対に。これ、絶対、ぜひ見てください。ぜひ、ぜひ、ぜひ、本当。になあ。何の話だったっけ。裏情報な。でも、本当に、実際、本当にそうです。マジで。いろんなことを調べたりしてました。だ、自分、自分に、あの、の仕事だと、それは思ってやってました。 チームのためにでも今面白くないじゃないですか予告先発あるから今予告先発とか面白くないあれじゃないみんなはなんかあいつだとか言うけど絶対ちゃうと思ってたんで僕だって俺ね昔さ予告先発もそうだけどさ2番バッターとか7番バッターが嘘の先発ピッチャーが名前出す時あるじゃんい馬ね馬あれ何馬言ったっけ あっという間、あっという間、あっといに名前乗りたかったよ、俺実は言うと。でも、俺、僕、小学校の時に、そのあっといで、えこのピッチャーライトもすんのと。思ってた時あったよね。あったよね巨人多くなかった。阪神とかもあったよ、結構。阪神もあったよね。なんか、あの、なんか。あの、ライト、葛西とか。葛西、ええ、みたいな。葛西先発したのよ。あの、あっという間、精度良かったな。ドラゴンズの。あの。予告先発って。 下球団に比べてよりなんかその落合さんのきってすごい分かりにくかったいや <laughs> あったねいろいろあったねあったね俺だってさあの厄介だったのがさ先発ピッチャーってまあ今だから言えるけど山本昌さんは前日に投げるピッチャーだよブルペンに。で俺は前日に投げる ブルペンもう決まってる、ね、決まってる、はい、先発ピッチャーでそれも新聞記者とかメディアの方って、ね、もう全部知ってるからそのパターンは、うんうん、それは何が起きてくるかあったら、うん、明日投げるっていう時も俺がうまくなんかブルペンに入ったふりをあそう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 やってたそうそうそんな余裕ないんだけどブルペンに行って、うんうんうん で、なんひと汗かいたような感じしてこう足を出てこれマジで話でピッチングしたふりしてここをこうやって塗ったりしてたほんで出ていくんだよ俺明日試合なのこんなんやってる場合じゃないのになと思いながらもいや、山本さん普通にここで投げたりとかでもマザーさんの時もマザーさん投げないマザーさんも下手だったから多分1日前にブルペン入れとかって言って投げないのにブルペン入って別に何もご飯食べてたりしてたけど。 たまに俺投げたくないからって実際投げると疲れるからってキャッチャーの人に投げさせてさ俺がキャッチャー見るとパチカーンってキャッチャーしたのいや、入れてた違う違う最初、最初音でバレてたんよ最初だんだんなんかバレるなと思ったらよく考えたら時間だけこうそこのベンチにベンチとかブルペンに座って で、ちょっとこう汗みたいなこう水をこうシュッシュッシュッってこ,うこの辺びしょびしょにしてここらを土予防してでスパイクの上もこう土を何か吸ってきたら別に足すらんけど俺いかりも吸ったわみたいな感じの状態は高いピッチャーやってましたけどやっとったんだけど記者がさ「本当は違うでしょあさって」みたいな感じとか言って「なさ疲れたようないん,んで分かってるんかな?」と思ったら「投げてないでしょ今日」とか言って。 音聞こえかかっったよそそうういら音鳴らさないかんと思ってまあまあ近くでいいから一緒に実際でも音聞こえるからね音聞こえるからそれで分かるんだと思ってほん自分だけで「スワーッ!」って「イエーとかだよね「スワーッ!」とか「イエーじゃあ自分がね掘ってる人がね俺が言うとったらおかしいやろそこそこそこだからだんだんねそういうフェイクもうまくなった最初はさ T シャツと短パンとそれだけでやっとったけど うん、あのやっぱりユニホームも着るやんか。 一番やったのはその時の選択の橋本さんはもう使ってないのに汚すなみたいなわざわざ土もついてる自分でドロンコまみれになってみたいな感じでも俺も先発の時に僕もバレンようにいって僕はイコールマサさんだったんであの結構森さんには言われたことあるね今まで通りで練習してるんで俺めちゃくちゃ死ぬほど練習して試合入ってたんでむっちゃしんどかっただから本当先発なのにクソしんどかった あの動きはあの動きで楽しかったけどね意外とよく先発なのにあの開幕の川崎健次郎さんだけど何もなかったから俺らも騙されただって全然ブルベンも入ってないと思うしでもさ開幕投手ってさ絶対言われてるはずじゃんだけど健さんか誰かじゃんもう山本さんとかそうでしょ三人ぐらいじゃん でででもももそれれれが誰に言わてててなないいっ聞かかす俺だからその時山本真さんと一瞬仲悪くなったもんね「ケンさんお前だろ?」とかって言って「いや本当に僕じゃないですもういいよ嘘つくのは」とかっていう話をしとって疑っとるわけもう言わねえんだったら「いいよいいよもう好きにしろ」みたいな感じになって「本当に言われてないから違いますよ」って言ってならみんなでしょみたいな感じでそれの逆版があって日本シリーズの時に「一戦目誰が行くんだ誰が行かん」 俺が1戦目だったんだけど、うん、これも言っちゃいけないから山本桝さんが3戦目かなんかで山本さんがジョッキングしてたようん、うん、外野のフェンス際をね。うん、で俺は本当はその火に投げるっていう。 落合英二さんとか登場ってで今日本当は誰言ったら「いや僕じゃないと思うんですけどね」みたいな感じで言って「たぶ山本さんとかちょっと緊張感ないですかね?」って俺が言った <laughs> あ確かに山本さんなんかちょっといつもよりもくもくと走ってるな」とか「ジョギングもちょっと遅いな」んですねって言って気が付いたら俺がその開幕戦に投げとるわけよ日本シーズン落合さんにそこから嫌われた、うん、冗談だけどね冗談でねお前のあのあは本当に あの山本昌さん見た時本当とそう見えたもんとかねだから自分の中のチームを騙せて言いますまず落合さんの時は自分のチームを騙すぐらいやっぱりああとか情報とかは伏せるようにっていうのねあったよねはいプロ野球人生17年間でホームラン通算2本とかってさんでてすかオープン戦で「お前見てこい」って言われて「プランでから見てこい」って言われて「おお来た」うん。で ミント帰ってきたんですけど、うん、シーズン中も結構そんな感じで見逃し三振してたつ <laughs> 癖ついてまね <laughs> 昔俺が実家に飼ってた犬がさなんの話じゃねん <laughs> <laughs> の話 <laughs> そっくりやつ <laughs> 俺が俺が <laughs>